ますね。あ、クリアになりましたねって来てますよ、はい、音。ねえ、ツイキャスはとりあえず YouTube なんですね。お願いします。さあ、時刻は3時半を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは、とある女子のつぶやきをお届けします。はい、今日はなんかちょっとふわふわ始まってしまいましたけれども、今日も生放送でお届けいたします。沖縄そして全国にたくさんいる女子の中の一人、とある女子が好きなことや好きなものを好きなように話す30分となっております。そして後半45分頃からは、毎回定番の私が大好きなスヌーピーが登場する漫画ピーナッツを熱く語るコーナーがございます。今日は結構スヌーピー熱多めで多分語ると思いますので、よろしくお願いします。はい、そしてこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmkinoan.com です。また FM キノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。本日はちょっと YouTube がですね、今ちょっと調子が悪くてツイキャスのみの配信となりますので、よろしくお願いします。ツイキャスはコメントも、ね、連動しているので、コメントもぜひぜひお待ちしております。早速今日もたくさんいただいておりますが、後ほど紹介していきたいと思います。さあ、ということでこの後3時56分までの約30分間どうぞお付き合いください。どう
のどうでもラジオの、ね、収録の話を今日しようかなと。記念すべき10回目の収録がすごいすごい楽しい。ゆで卵は無事食べましたよ、全部。今のんちゃんさんからも明日どうでもラジオ生放送ってきた。なんか名前の名前の話、チラシもあるのでね。こうか。じゃあ後で見せます。死にどや顔。そう、あ、藤井風さんいいですよね。さあ時刻は1時38分を回っております。間違ってあのオープニングの曲をかけてしまったっていう、ちょっとなんか今日もふわふわしているんですけれども、生放送でとある女子のつぶやきお届けしていきたいと思います。ツイキャスがですね、今日早速もたくさん来ておりますので、今日はちょっとツイキャスのコメントとともにちょっと会話をしていこうかなと思います。まずシーサーさん、ありがとうございます。そう、ツイキャスの音がちょっと結構綺麗になったかと思うんですけど、昼にちょっと作業をして、で無事にツイキャスはあのノイズがあんまり入らずに綺麗な音で聞けるようになりました。なのであの、まあ、もちろんラジオで聞いている方、リスンラジオで聞いている方は、まあ、今まで通り普通にラジオをお楽しみいただけると思うんですが、あのちょっと動画も見てみたいなとか、どんな感じでどんなスタジオで放送してるのかなっていうのをちょっと見てみたいなっていう方がいましたら、ぜひ FM 技能案の YouTube ライブとツイキャスであの動画配信もしているので見ていただければと思います。音がやっぱり良くなると、なんかツイキャスもよりちょっと見やすいなっていう感じで私も思ったので、ぜひぜひチェックしてみてください。カープボーイさん、バトンタッチ、まなみちゃん、皆さんこんにちは。昨日の夜は大変笑わせてもらいました。で朝行ったら、あれ全部嘘だよって言ったよって。そう、この話ちょっとね後でしたいんですけれども、はい、この、ね、小春ちゃんの番組に続いて私の番組っていう、まあ、2人でなんかいつもこのやってる感じがすごい、このあお昼、あ金曜日の昼だなっていうのをすごい感じるんですけれども、私も楽しい時間です。武蔵さん、そして西壁さん、ナルトラさん、なぎすけさん、ありがとうございます。カフーポンタさん、お久しぶりですね。こんにちは。水曜日のモーニングエイト聞きたかったと。そうなんですよね、今週の水曜日、おとといのモーニングエイトも久々にあの代打で登場させていただきまして、テーマやる気の出し方でお送りしたんですが、久しぶりにモーニングエッド代打だと
朝の番組代打に入ることがやっぱりあんまりないのもあって、毎回入るたびにちょっとふわふわしてしまいますね。もしよければアーカイブが残っておりますので YouTube で聞いてみてください。ただちょっとね、音があの時はまだ不安定なのでね、 YouTube も、はい、お聞き苦しなくなければぜひ聞いてみてください。シーサーさん、そして石ころさんも今日は来ていただきました。ありがとうございます。ということで、とあるマナーピーのつぶやきさんも、後でまたこのスヌーピーの話もねしていきたいと思いますが、あの皆さんがありがたいことにどうでもラジオの話を振っていただけるの、振っていただいたので、今日はちょっとちらっとどうでもラジオの話をさせていただこうと思います。実は、昨日収録をさせてもらって、まあ、そもそもどうでもラジオってなんだよって今聞いてて思ってる方もいると思うので、ぜひぜひ FM 宜野湾の、ポッドキャスト番組となっておりますので、Apple のポッドキャスト、 Spotify、Google のポッドキャスト、 Amazon Music 4つで今聞くことができますので、あの FM 宜野湾ってこう、ね、検索していただければ、 FM 宜野湾どうでもラジオとか調べてもらうとすぐ出てくるかと思いますので、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います。まあ、そんなどうでもラジオなんですが、あっという間に10回目を迎えまして、昨日その記念すべき10回目の収録をしたんですけれどもね、昨日の回がちょっとすごくてですねすごくてというか、なんかもう、いつも以上にちょっといつもとは違った感じもしたんですよね。いつもとは違う盛り上がり方というか、まあ、テーマはコレクションでお届けしまして、私が最近、まあ、最近でもないか、かねてからずっとまあ集めていたマスキングテープを昨日は持参して、マスキングテープの魅力を語り、あとはスヌーピーの魅力を語りっていう感じで話したんですけど、最終的にはちょっとね違う話で盛り上がってしまったんですが、はい。でまあ、スヌーピーの話も結局伝わらなくて、山内さんに、カープボーイさんからもあるようにですね、昨日あんなこと言われてたけどスヌーピーみんなそんな嫌いかな、可愛いのに、でも多分ピーナッツの漫画読んだらもっと深いから面白い気がするんだよな、歴史あるしって、そうよく分かってくれていますね、カープボーイさんこの、実際一度アニメとか漫画とか読んでもらったら、この本当にスヌーピーのピーナッツの話 の魅力にもっと気づいてもらえると思うので、私ももっとあの魅力を伝えられるように精進したいなと思いました。はい、石ころさん、牛から犬まで幅広い金曜3時の時間帯と来てますが、ね、牛の話から犬の話になって、でその次もまたカレーの話、4時からはっていう感じなんですけど、まあ、今日の4時台はねちょっとお休みということなので、音楽を皆さんお楽しみください。ひふみさん、ごっくんちゅすぬごっくんちゅすぬぴーって来てます、ありがとうございます。どうでもラジオってゲスト出演できないのってマスターごっくんちょが思ってるらしいよって、ひふみさん、なんなら昨日ちょっとちらっと出ましたよねそう、ゲスト出演もね、あのしたいなっていう方もおかげさまでたくさんいるんですけど、なかなかあの収録自体いつやるかっていうのが直前にしか決まらないものでぜひぜひ今後はねゲストさんもたくさん絡めていけたらな、まあ、そしたらまたちょっと面白い、一味違ったどうでもラジオになるのかなと思ってます。はい、あっという間にもうどうでもラジオのいろいろ話をさせていただきましたが、皆さんぜひ Apple Podcast、 Spotify、あとは Google、 そして Amazon Music、 先ほど、ニセカベさんは Spotify で聞いてくれてると、ね、何しろ今もう10話まあこれから第10回は上がるんですけれども、時間があるときにでもいいので聞いていただければと思います。それではここで一旦 CM を挟んで、後半お待ちかねのスヌーピーのコーナーに行きたいと思います。シーサーさんもぜひ
Spotify、 私は Apple のやつで聞いてますけど、何が聞きやすいんですかね。牛から犬までがめっちゃ面白い。私も私そういえば今日新里さんの番組に挙手してコメントしましたよ。挙手制をちょっとあれしていたら挙手してちゃんとノール。さあ時刻は3時46分を回っております。残り10分を切ってしまいましたね、この番組も。はい、どうでもラジオの話ですごい盛り上がってくれたんですけれども、昨日収録したこの第10回目、ね、早く聞きたいっていう方が今回たくさん私も周りから声をいただいたので、早くアップしてもらえるといいですね。はい、ということでここからはスヌーピーのコーナーになります。実はですね、私昨日ちょっとあっちに那覇のパレット雲寺に行ってきたんですよ。で、まあ、このコーナーでも毎回最近は紹介しているスヌーピーのタイムカプセル展っていうのがデパートリューボーで開催されますが、これは4月の21日来週の水曜日から開催されるので、まだ、昨日は開催されていない状態だったんですが、チラシを代わりにゲットしてまいりました。今ツイキャスをご覧の方には今チラシが見えてると思うんですけど、これなんかかわいい、友達から前にもらったチラシとはちょっと若干また模様が変わってて、より詳しくいろいろ載ってるんですよね。なんとこれ多分ファイナルツアーって書いてあるので沖縄最後なのかなと思ったりしています。今回はパレット雲寺デパート流亡も30周年を迎えるということで、まあ、その記念、そしてピーナッツは、ね、生誕70周年を迎えておりますので、お互いのなんかコラボみたいな感じなのかなって思ってます。やっぱり沖縄で開催されてほしいなと思いつつ、去年から全然沖縄に来る気配なかったので若干諦めていたんですが、はい、これはぜひ行きたいと思います。ひふみさんもあだったって思い出してよかったですね。ため息じゃないほっと一息。私もこれなぜか4月の12日からと勘違いしていて、本当だったら見れるのかなと思っていたんですけど、来週でしたね、危ない。でも5月9日まで開催されます。朝の10時から夜8時まで、最終入場は7時半ということです。グッズもたくさんあって、まあ、お人形とか、この今回のスヌーピータイムカプセル展のオリジナルグッズっていうのがやっぱたくさん販売、オリジナル商品が販売されるみたいですね。この展示自体も絶対多分楽しいし、仕掛けがあるし面白そうなんですけど、やっぱりね、グッズもせっかくなので欲しいところですよね。例えば今私が手にしているチラシにはマシュマロ入り巾着、そしてこのスヌーティーっていうスヌーピーの柄のカンカンに入ったお茶、このスヌーティーっていうのは普通に売ってるんですけど、多分これはタイムカプセル店との限定デザインになるのかな。あとは膝掛けとかクリアファイル、のびのびピローケース、どれもこのスヌーピーが鍵を持っているイラストのモチーフのものでなってますね。あと期間中会場にて1回5000円以上お買い上げで限定トートバッグ、すごい。しかもこれ日替わり7種類、毎日違うんだ。でも、確実先着30名様となっているので、割と結構これはレアな、なんかお買い上げプレゼントになるのかなと思います。これいつ行こうかなって今
からねずっとちょっと予定を立てているところなんですけれども、皆さんもぜひ機会があれば、そして周りにスヌーピー好きなお友達とか、ね、お知り合いの方がいましたらぜひ教えてあげてほしいなと思います。はい、ということでな、このスヌーピーの話を昨日のどうでもラジオでもさせてもらったんですけど、やっぱりスヌーピーの魅力って何なのって聞かれて、スヌーピーの魅力をすごい熱く語ったつもりなんですけど、なかなか伝わることがなくて、でよりやっぱり少しでもスヌーピー好きな人を増やしたいなって周りにも思うので、やっぱりね周りでスヌーピーについて熱く語れる人が増えれば増えるほど楽しいなと思うので、ちょっとでも興味がある人は私より話を聞くが先にこのスヌーピーのタイムカプセル展に行ってみたら、もしかしたら魅力がわかるかもしれないです。あとですね、もう一つ、この沖縄でのイベントとは別なんですが、スヌーピー英語というアプリがこの4月末に配信新しく発表されることになっておりまして、リリース予定ですね、スマートフォン向け英語学習アプリスヌーピー英語っていうものがあります。このスヌーピー英語っていうアプリをの魅力を発信するためのツイッターアカウントっていうのがもうすでに開設されておりまして、5月6日正午時点のフォロワー数に応じてアプリ内でもらって使えるクッキーの枚数が増えていくよって書いてます。なので私も最近ツイッターフォローして、でもともと私も英語好きなので、スヌーピーと一緒に英語を学べるって、しかもゲームでアプリでっていうのはいいなと思ったので、ぜひぜひこのリリースされたらすぐにアプリを取って勉強していきたいなと思っております。このフォロワー数に応じてもらえるクッキーの枚数が増えるってあったんですが、このクッキーはスヌーピー英語のアプリの中で単語ゲームやそしてスヌーピーへのプレゼントに使えるということです。スヌーピーがこのプレゼントもらったらなんかサプライズとかもあるみたいなので、皆さんもこの機会に英語勉強しながら、ね、またスヌーピーをの魅力に触れながらいいんじゃないでしょうか。でこれでも、さっきちらっと見たのでは、なんかこのスヌーピーの実際に漫画を英語で読み上げてくれるなんかものとかもあるらしくて、で、これはこういうことを言ってるよとかおそらく解説してくれるんでしょうね。なのでこのスヌーピーの物語も漫画作品も読みながら英語が学べるっていうことなので、絶対面白いと思います。で先ほどね、カープボーイさんも物語は面白いのにとか、結構ね歴史があったりとか面白いエピソードも本当にあるんですよ。今度ご紹介していきたいなと思うんですけど、はい、ぜひぜひこのアプリ、そしてアプリをまだリリースされておりませんが、ツイッターも最初にフォローして、もうすでにね今からでもフォローしていただければと思います。スヌーピーのアプリに代わって私もお願いしたいと思います。はい、ということでやっぱりスヌーピーの話するとあっという間にお時間が迫ってきますね。残り2分を切ってしまいましたが、今週もゆるいお話にお付き合いいただきましてありがとうございます。どうでもラジオの感想もお待ちしております。あ、そっか、そこに関してもちょっと一つお知らせがあったんですが、来週もしくは私のとある女子のツイッターでまた報告していきたいと思いますのでよろしくお願いします。来週には私はスヌーピー店に行けるのだろうか、再来週かなくらいには行けるといいですね。ぜひぜひその様子もお伝えしたいと思います。それでは来週も、取り留めのないお話とそしてスヌーピーのお話楽しみに、ツイキャスなどでも参加していただければと思います。はい、ツイキャスのコメントも全然読めなかったんですけど、後でちゃんと全部読みますね。皆さん今日もありがとうございました。この後4時からの超インドラジオ、今日はお休みなので音楽をお楽しみください。皆さん良い週末をお過ごしください。
スヌーピーミュージアムに行けば良さが分かると思うって言ったら、スヌーピーミュージアムに行かないって言いましたよね。とりあえずタイムで参加してほしいのもありますね。でも大体夜に行けるからな。なんで昨日のあのチュルチュルは鼻から聞けなかったけど。そう、手紙の話ですよ。手紙をお待ちしておりますっていうのをまたツイッターでも